はい、こんにちは、116ウィンズです。今日は日本では巨人の菅野選手がメジャー挑戦を断念したということで非常に話題になっていましたが、普通であればそちらの動画を作ろうと思っていたんですけれども、申し訳ないんですが、その菅野選手の話題が目立たなくなってしまうぐらいのビッグニュースが今日 MLB でありまして、メッツがクリーブランドインディアンスからショートのスーパースターであるフランシスコ・リンドアと、それから先発投手のカルロス・カラスコを獲得したと今日両球団から発表がされました。私は今朝たまたま4時半ぐらいに目が覚めてしまって、でその時にちょっと携帯を見たら、デカデカとメッツがフランシスコ・リンドアを獲得したと出ていて、いや本当かよって驚いてしまったんですけれども、メッツは少し前にリンドアに興味を示しているという噂自体はちょっと出てはいたんですが、ただこのオフのメッツは大物選手のほとんどに対して興味を示していましたんで、このリンドアのトレードに関する話も具体的な話というところまで特に報道はされていなかったんですが、今日に来てまさかのトレード成立と。でこのトレードですが、リンドアを取っただけでもすごいと思うんですが、ここにさらにカラスコも獲得してきたということで、いやーメッツ大胆に動いてきましたね。メッツはこのオフオーナーが変わって大補強をすると明言していた中で、ファンの方たちも大型補強を非常に楽しみにしていたと思うんですが、ただここまでのオフシーズンの契約はジェームズ・マッキャンとの4年契約とそれからトレバー・メイトの2年契約のみでしたので、メッツファンの方、いつになったら大型補強するんだよとちょっとやきもきされていたかもしれませんが、新しいスティーブ・コーエンオーナーからのメッツファンへのプレゼントがやっとやってきましたね。メッツは数日前に菅野選手獲得から撤退すると報道されていましたが、もしかしたらこのトレードでカラスコを獲得できるメドが立ったからという部分もあったのかもしれませんね。いやーメッツファンの皆様、本当におめでとうございます。さてここからは今回のトレードについてもう少し詳しく話していきたいなと思うんですが、まず今回のトレードに絡んだ選手はこちらの6人の選手となります。メッツがインディアンスからフランシスコ・リンドアとカルロス・カラスコを獲得で、インディアンスはその対価としてメッツから4人の選手を獲得しまして、現在 MLB でプレーしているアメット・ロザリオとそれからアンドレス・ジメネス、さらにプロスペクト2人、ジョシュ・ウルフとアイゼイア・グリーンを今回獲得しました。今回のトレード、メッツ側はなんといってもリンドアというインパクトプレイヤーをチームに加えることができた上に、先発ローテーション上位クラスのピッチャーを一度に獲得できたというのは本当に大きな意味を持つトレードなんじゃないのかなと思いました。で今回この2人を獲得するにあたってメッツは4人の選手を放出しましたが、この中にいわゆるトッププロスペクトと呼ばれるような選手たちは含まれていませんし、またショートを守れる若手の選手ロザリオとジメネス2人出しましたが、正直リンドアが来るんだったらこの2人を出してもメッツとしては全然問題ないと思いますので、パッケージとしては許容範囲内なのかなと思っています。で一方のインディアンス側はこのトレードはかなりコストカットの意味合いが強いトレードとなっていまして、後でも触れますがリンドアは来年の年俸が2000万ドルを超えるんじゃないかと予想されている選手ですし、またカラスコについても年俸が1200万ドル、現在財政状況がかなり苦しいと言われているインディアンスにとってはちょっと出さなければいけない選手たちだったのかもしれませんね。ただリンドアはいなくなってしまいましたが、ロザリオとジメネスという二遊間守れる選手を一気に獲得することができましたし、この2人で来年の二遊間は埋まると思いますので、彼らがここから成長すればインディアンスとしては意味のあるトレードになると思いますし、またプロスペクトの2人も結構ポテンシャルを評価されている選手たちですので、今後チームに貢献してくれるのではないかなと考えています。というところがトレードの全体像となるんですが、まあなんといっても今回のトレードはメッツ待望のショートのスター選手がやってきたというところがやっぱり大きいですよね。それこそホセ・レイエス以来のショートのスター選手と呼べるような存在の選手なのかなと思っています。リンドアは2015年のデビュー以来、ここまでウィンズ・アボブ・リプレイスメント 23.8 を積み上げまして、現在 MLB の中でもトップのショートと言ってもいいようなそんな選手となっています。2016年から2019年まで4年連続でオールスターにも選出されていますし、バッティング面では30本以上打てるパワーもあって、でかつ守備もうまいですので、昨年はちょっと本調子ではなかったんですが、それでもショートとしての能力は文句のつけようがないような選手となっています。ただこのリンドアは来シーズンが FA 前最後の年となっていて、先ほども少し触れましたが年俸がおそらく2000万ドルぐらいになるということで、年俸がネックで2年ぐらい前からリンドアのトレードの噂というのは結構出ていたんですが、ついにトレードとなりましたね。メッツとしては今回のリンドアの加入で打線の厚みがかなり増した印象です。
メッツは昨年得点数がリーグ7位、そして OPS がリーグ3位と打線はまずまずの状況だったんですが、ただショートの選手がなかなかバッティング面で結果を残すことができていなかったんですね。今回トレードされたロザリオとそれからジメネスが昨年メッツのショートを主に担当した選手たちなんですが、ロザリオは OPS6 割4分3厘、そしてジメネスは多少マシではありますが OPS7 割3分2厘と、まあ、よくて平均的ぐらいのパフォーマンスしか残せていなかったので、ここにフルシーズンであれば30本は期待できるリンドアが加わり、打線の穴が一つ消えましたよね。もう一つキャッチャーもメッツの打線の穴ではあったんですが、このオフジェームス・マッキャンを獲得して、マッキャンについても昨年のラモスよりかはバッティング面で結果を残してくれると思いますので、来シーズンのメッツ打線抜け目がない非常に楽しみな布陣となりました。あとはこの布陣を何年続けることができるかというところになってきますよね。先ほど申し上げましたが、リンドアは来シーズンが FA 前最後の年となっていまして、このまま行くと来シーズンのオフに FA となる予定となっています。なので契約延長しなければ、たった1年でリンドアを失ってしまうという展開も全くありえなくはないんですが、実はインディアンスも何回かこのリンドアとの契約延長は試みたんですが、昨年春の段階で断念をしています。というのもリンドア側の希望額がかなり高いようでして、インディアンスも2億ドル以上の契約はオファーしたらしいんですが、リンドア側は3億ドル以上の契約を希望しているらしく、両者の溝があまりに大きいことからチームは契約延長を断念したようです。なのでメッツとしてもこのリンドアと契約延長するのであれば、3億ドル規模の契約は用意しなければいけないと思うんですけれども、ただインディアンスとは違いメッツは金銭面ではおそらくこのリンドアの希望を叶えることはできると思いますし、あとはリンドアがニューヨークに残る気があるかどうかだけだと思いますので、契約延長できるかが今後の鍵となってきそうですね。契約延長できればロザリオやジメネスの放出は全く問題にならなくなりますので、トレードの成功失敗を決める上でも今後契約延長できるかがポイントとなってきそうです。そしてメッツとしてはリンドア獲得だけではなくて、カラスコを獲得したことで先発補強もできたのも非常に良かったですよね。カラスコは2019年に白血病を克服した右腕として有名ですけれども、昨年は12先発で防御率 2.91 と病の影響を感じさせないピッチングを見せ、完全復活を果たしました。メッツは今シーズン先発の台所事情がかなり苦しかったので、 FA で最低でも1人先発補強は必要なんじゃないかと多くの人が考えていたんですが、こういう形でカラスコクラスのピッチャーを連れてきたのは非常にうまくやったんじゃないのかなと思いました。で、さらにカラスコは契約があと2年残っていまして、いずれも年俸は1200万ドルと彼クラスのピッチャーにしては結構安い契約となっていますし、さらにチームオプションもついていますので、最長であと3年間このカラスコを保有できる、今後数年間の先発要員を確保できた点でも今回のカラスコの獲得はやはり大きかったのかなと思いました。そしてメッツの来シーズンのローテーションめちゃめちゃ豪華になりましたよね。先ほど少し触れましたが、昨年のメッツは先発の台所事情がちょっと苦しくて、で実際に先発の防御率は 5.37 と、これはリーグワースト3位の成績となっているんですが、ここに昨年出場辞退したマーカス・ストローマンが残留して、で今回のトレードでカラスコが加入し、でさらに夏場にはトミー・ジョン手術からノア・シンダーガードも復帰する予定となっていますので、毎年サイ・ヤング賞争いに加わってくるデグロムも含めまして、1番手から4番手まで非常にいいピッチャーが並んでいますし、このメンバーなら十分コンテンダーとして戦っていくだけの力はあるんじゃないのかなと今回ローテーションを見ていて思いました。もちろんストローマンもシンダーガードも昨年はプレーしていませんので、そういった不安要素はあるにはあるんですが、ただ布陣を見る限りは非常に楽しみなローテーションになっているんじゃないのかなと思っています。さて続いてインディアンス側の見返りも見ていきたいなと思うんですが、まず今回の見返りの中心的な存在と言ってもいいのがこのアメッド・ロザリオなのかなと思っています。ロザリオは現在かなり伸び悩んではいますが、もともとは MLB 全体でもトップ10に入るようなプロスペクトでしたし、でインディアンス現在二遊間のレギュラーが全く決まっていない状況ですので、このロザリオの出場機会は十分もらえるんじゃないのかなと思っています。新天地で心機一転、2019年の後半戦は打率3割1分9厘とブレイクの予感を感じさせるようなパフォーマンスも残していましたので、かつてのトッププロスペクトの名に恥じぬ活躍に期待したいですね。2人目がアンドレス・ジメネス。昨年の開幕前の時点で MLB.com 全体84位のプロスペクトでして、昨年 MLB デビューを果たしました。守備が評価されていて、先ほどのロザリオよりもショート守備は上手いという評価なんですが、ジメネス OPS7 割2分3厘と
一応 MLB レベルでもそこそこのバッティングは見せましたので、ショート守備が良いということを考えますと、もしかしたらこのジメネスが来年のインディアンスのショートを務めて、ロザリオはセカンドに回るんじゃないかと言われているような、そんな選手となっています。まあ、守備がいいということでショートに残れるだけでも価値がありますし、そこにバッティングがついてくればなかなか面白い存在になりうるんじゃないのかなと期待している選手です。そしてウルフとグリーンがプロスペクトとなるんですが、まずウルフは2019年のドラフトで2巡目指名を受けた右のピッチャーですね。90マイル後半の速球とカーブが評価されていて、また運動能力の高さも魅力的なピッチャーだそうです。移籍後 MLB.com のインディアンスのプロスペクトランキングでは12位にランクインしましたが、インディアンスは投手育成に定評のある球団ですので、もしかしたら近い将来化けるという展開もあり得るかもしれませんね。そして4人目がアイゼイア・グリーン。この選手は昨年のドラフトで2巡目指名を受けたばかりの高卒の外野手となっていて、荒削りな部分がまだまだ多いそうなんですが、スピードが特に魅力的で、将来的にはセンターに残れるんじゃないかと期待されている選手です。移籍後のインディアンスのプロスペクトランキングでは16位にランクインしています。ということで、なかなか面白そうな選手たちを今回インディアンスはトレードの中で獲得することができましたが、ただ個人的にちょっと思ってしまったのは、やはりリンドアに加えてさらにカラスコもつけたので、もう少しいいパッケージでもらえなかったのかなとはちょっと思ってしまったんですが、ただインディアンスがこのオフ絶対にリンドアを放出しなければいけないということは他のチームも分かっていたことでしょうから、このメッツからのオファーが一番良かったということなんでしょうかね。ということで、今回リンドアとカラスコを獲得したメッツですが、気になるのは今後の動きですよね。今回のトレードでメッツのペイロールはだいたい1億9000万ドルぐらいに達したと言われていて、で贅沢税の課税ラインは2億1000万ドルとなっていますので、一応まだ余裕はあるんですが、ただメッツはこの贅沢税課税ラインを下回りたいという意向があって、でしかもシーズン中の補強も見据えて、そのラインから500万ドルから1000万ドルぐらい下を狙いたいという話が出ていますので、そうなるともうあまり余裕はないんですよね。でメッツといえばこのオフずっとジョージ・スプリンガー獲得が噂されている球団ではあるんですが、今回のリンドア獲得でペイロールの観点からこのスプリンガー獲得の可能性が少し下がったのではないかと言われています。ただメッツはスプリンガーに対して5年総額1億5000万ドルぐらいのオファーは出す準備があるとまた別で報道されていましたので、スプリンガーの契約をねじ込むためのペイロール削減に動いてくる可能性ももしかしたらあるかもしれませんね。今回のトレードでメッツの本気度が伺えましたので、もしかしたらもう1回ぐらい球界を驚かせるような動きに出てくるかもしれません。ということで今回の動画は以上としたいと思います。今後もですね、MLBに関する動画を上げていきますので、興味のある方はぜひチャンネル登録と、また動画が面白ければぜひ高評価もいただけると幸いです。それではご視聴ありがとうございました。